さあ、じゃあ、入ってみるか。どうしようかな。あ、なんか落ちてるよ。インターボックス。青い光の上に乗ってボタンを押すとセーブできる。へえ。じゃあ、セーブしてみましょうか。ファイル1。ちょっと待って、この BGM 聞いたことあるぞ。聞いたことあるぞ、この曲。いや、いいね。ラークを拾った。何これ。なんでドン・キホーテの曲がかかってんの？ ラーク。ラーク1の技。守りを習得する。新しい技的な。使ってみますか。あ、で、キャラクターも選べるんだ。どうしようかな。不二雄忍者とちょっと覚えさせるか、ラーク。これで特技で増えてるのかな？お、ラーク。MP 消費がちょっと半端ないっすね。なるほどね。じゃあもう基本ラークで守備力高めて叩いていく感じの戦い方になるのかな？どいてくれる気はないようだ。じゃあさ、迷惑迷惑。あ、こっちに喋ったら敵が出てきた。さあ、MP がちょっとないんで、ラーク使ってみますかね。あ、使えねえや。1足りねえや。疑心暗鬼は使えねえなとは思ってたんだけど。じゃあ、噛みつき攻撃やりますかね。小さいストレスの真ん中の方かな。さあ、一撃で倒せた。よし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 。強いな。さあ、で、あとは叩いていきましょう。いいね。OK。どいてくれる気はないよ、だ。ねえ、もうちょい周り見てほしいね。さあ、この人は？パツキンの。あ、店員さんか。ハミリーマートって言うんだ。だからエッチなんだね、ロゴ。シガーの力は魔法の力。君も一度試してみるといい。あ、さっきのラークってやつかな。魔法扱いか、一応ね。なるほどね。これは何なんでしょうか。ガチャポンコーナー。一回300円。高いですね、結構。スピードドリンクが一番。腹巻き、ハメリーまんじゅう、腹ナオール。腹巻きかスピードドリンク欲しいね。一回やってみるか。1800円あるしね。なんだよ、その音。SE。あー、残念でしょうか。じゃあ、ラスト。もう一回。あー、A か B 当たってほしいな。こっちか。はい。来い！ビーショ、お、腹巻き来たぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。さあ、これジャンクより強いんじゃないの？腹巻き、お、すごい、2、強いですね。じゃあ腹巻き装備して、買い物やって終わりかな？いらっしゃいませ。なんだ、その接客は。っていうか、お前なんか人じゃないぞ。敵が来る。ハミリーさん、ガミガミくん。 ちょっと待ってくれ。回復案件じゃないか、これ。回復してきた方がいいんじゃないか。ボスっぽいぞ。どうしよう、逃げれるかな？あ、逃げれない。青マークって基本できませんマークか。なるほど。どうしよう。ちょっとセーブしたんだけど、一応。いやー、きつくないか？ちょっとやれるだけ叩いて攻撃していきますかね。ハミリーさん最後かな。ガミガミくん。 この挨拶来そうなガミガミくんから叩いていきましょう。数をまず減らさないとね。倒せないか。うわ、防御やばい、下がる。5ダメージ。あ、でも意外と痛くないね。下がってこれなら、いけるんじゃないか？ガミガミくん。さあ、オッケーオッケーオッケー。2ターンでいければ全然大丈夫。ガミガミくんはとりあえず。24。半分ぐらい減っちゃってるか。まあまあまあ大丈夫でしょう。ガミガミくんを2ターンかけて倒していく。かわすな！やばいやばい。いや、ちょっと回避率高くないか？おたけび。受話器ナイス。いいよ。じゃあ受話器で叩いていきましょう。立ち組んでる。ナイス、いいよ。回避ありがたいね。さあさあさあ、また防御力下がられちゃったんだけど。あ、そうだ、この技もあったね。心機一転にちょっと使っていきましょうか。で、受話器は、ガミガミ君を攻撃で。ああ、回復できない。くそ、70%あんのにな。さあ、
ガミガミ君をこのターンで倒したいね。オッケーいいよ。さあ、残りはお前だ、ハミリーさん。力貯めてる。これは防御かな？守っていきましょう。2ダメージ。いいね、いいね、いいね、いいね。お、これいける気がしてきたぞ。普通に。6！ 痛い！ただまだ大丈夫。まだいけるよ。こっちのダメージでは結構でかいですね。いいね、いいね、いいね。さあ、まだいける。まだいける、まだいける。このターンで決めてくれ。守ってるか。受話器回復挟もうかな。どうしようかな。いや、攻めよう。うわぁ、かわす。ナイス回心。いいよ。ただ倒せない。で、力貯めてるからもう一回防御。ハミリーさん意外と、やっぱ初回のボスだけあって、そこまで強くないね。さあ、浮上攻撃。受話器は、ちょっと、ここはもう水を使っちゃおうか。回復していきましょう。オッケーいいよ。体当たり。うえぇ！回復して正解。さあ、このターンで倒したいけど、もう一回水使っとく一応。10ダメージ以上はちょっと痛いもんな。おたけび、大丈夫、オッケー、ナイス。受話器今度立ちすくんでしまったな。攻撃。まだか。ナイス、受話器。いいよ。さあ、ここで決めてくれ。二人攻撃。いけるか。まだか。意外とタフですね。さあ、終わる？まだだね、まだだね、まだだね。さあ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 、結構長引きそう。どうだ？ナイス！よし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 。100経験値、100円、ハイライト。お！また魔法が来たね。レベル6、レベル5。ありがとうございました。これで OK かな？散歩も済んだことだし、帰るとするか。あ、終わった。またパソコンいじってる。カタ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 。もう状況がまるで俺と同じなんだよね、今の。デスクトップだし。パソコンの配置的にもなんかそっくりだし。コンビニ行って帰ってくるだけで、こんなに疲れるなんて。やはり、ずっと引きこもっていたせいだろうか。このままじゃいけないのは分かってる。分かってるけど。タイピング早くねっていうか。今気づいたんですけど。バイトでもしなきゃな。うん。この人なりに悩んでるんだね。藤尾なりにいろいろ考えてはいるんだろうけど。ところ変わってとある集会所。うん。お、なんだ？会社的な？集会所。何一人なんか小豆みたいな人がいるんだけど。小豆というか、なんだ、空豆みたいな。何この人？諸君、ここに働かずに家でダラダラしてばかりいる社会不適合者がいる。ブー！働け働け！ブー！貢献しろ！社会に出ろ！そうだそうだ！さ、この人の名前は？カイベン、あ、カイベン！お前何やってんだこんなとこで。お前も社会不適合者だったの。俺なんですけど、っていうか、カイベンです。あ、そうそう、鈴木さん？お前、カイベンなんて名前なかなかねえんだから覚えろや。改弁です面白いな、これ。改弁にして正解だったかもしんない。ああ、はいはい。じゃあ、田中さん。バカですね、この人。お前の方が社会不適合者だろ。今日からあなたは、うちの会社で働いてもらうことになるから。オッケー。会社なんだね、やっぱここ。猿月らはされている。大丈夫か、これ。犯罪じゃないか。わお、すごい喜びようだね。それじゃあ、明日から朝3時出勤、夜2時退勤の23時間労働、働くことの素晴らしさを知ってもらおうね。やーばい、黒いを越して、もうやばいですね。何か嫌がってるようですね。え？どんな会社だよ。寝る時間、ねえじゃん。皆さん、何ということでしょう。この若者は日々、反社会的生活を繰り返すことによって、すでに精神が蝕まれてしまっているようです。お前の心が一番精神蝕まれてるよ。
え。やべえ、しかもブーイング来るんだ、これで。ちょっとこの会社やばくないか。洗脳されてるぞ、この空豆によって。我々の手で構成させてやらなくては。やばい、喝采が来てる。さ、アイン君、注射。注射？何すんの？薬付きにすんのか？やばい、改便！やばいぞ、便秘にさせられちゃうぞ。改便が。いや、何便にさせられちゃうのかな？カプセルに入ってる。ええ。そんなドラゴンボールみたいな。そんなことある？うんうん、いい感じ、いい感じ。さあ、この調子でどんどん世界を正しい道へと導いていこうではないか。キュー。どういう価値観の集まり、ここは。どういう価値観の集まりですか。恐ろしいよ、ちょっと。あ、これで第一章終わりかな。セーブしますかと。ファイル2にセーブしていきましょうか。第二章、本屋の娘。第一章とは打って変わって、ちゃんとしたタイトルが来ましたね。コンビニに行ったあの日から数週間。相変わらずバイトもせずに、家でダラダラ。ああ、やっぱり、やろうとは思ったんだけど、うまくいかなかったのかな。最近はネットで始めたブログが思いのほかヒットし、その広告収入を糧に日々暮らしていた。え、すごいじゃん、でも。ちゃんと稼いで。しかも、ネットで。やば。そんな彼の日課は、親のプレッシャーから逃れるため、週に一度、アルバイトの求人広告を本屋へ取りに行くことであった。しかも、ちゃんと、その、漫画とかじゃなくて、求人広告をちゃんと取りに行ってあたり、本当に、偉いと思うけどね。頑張ってはいるんだな。いつもあるターンワークがない。いつもの彼だったら、特に何も考えず諦めて、このまま家に帰ったことだろう。しかし、その日は偶然に、本当に偶然に、彼の心を何かが動かした。中でお店の人に聞いたら、もらえたりしないかな。お、お店入ってくんだ。すごいな。じゃあ動物いますけど。じゃあ動物はダメじゃない本屋さん。なんで？なんでタマがいるの？戦闘中オートを選ぶと戦闘は勝手に進んでくれます。でもやりすぎるとすぐ負けてしまうので気をつけましょう。はーい。すごいね、本屋さん。めっちゃ賑わってんじゃん。すごい本屋さんだ。この本屋、品揃えはいいんだけど、道が狭いんだよな。確かに。え、てか、塞がれてない？普通に。通れなくないっすか？セーブストック会長。そうそう。立ち読みに夢中でこちらに気づかないようだ。声かけられないからな、こっちは引きこもりだから。さあ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 。迫り来る圧力。今回ちょっと受話器がいないからな、一人だな。大丈夫かな？あ、そうだ、この前、あれ手に入れましたよね。ハミニーさん倒して、なんだっけ、ハイライトだっけ。また魔法の呪文というか、タバコ手に入れたんだけど。さあ。オッケー。ちょっと見てみましょうかね。ありがとう、オレンジジュース。冷たい視線を向けられた。悪いのこっちですか？こっちですかね、悪いの。いやいやいや、それはないでしょうよ。ハイライト。お、回復技だ。これありがたいな。ハイライトの技を習得する。へー。これさ、思うんだけど、途中で仲間とかがもしも加入した時ってさ、使わない方がいいんかな？このタバコは。あんまり。主人公だけに。ちょっと迷いますよね。ただ、回復は正直、いやでも待ってよ。MP がね、そもそも24しかないんだよね。特技さ、この疑心暗鬼とか使ってたらすぐ、なくなっちゃうんだよね。回復技いらないかな？道具で、今んとこは、回復していけば大丈夫かもしんないね。こんだけあるし。とりあえず保留しときますか。じゃあ、このリーゼントの、ヤンキー君にも、話しかけていきましょう。冷たい目線やめてくれ。心に響くんだわ、それ。お、ラーク使ってきた。なかなかやりますね。さあ、お、
3ターンじゃなきゃ倒せないか。強くなってきたな。防御は1段階で終わりなのかな。それ以上かけられることはないのかもしれない。オッケー。冷たい視点やめてー。HP プラス、お、これは最大 HP10 増える。やった!これは使えるでしょう。よし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 。ちょ、回復したいなー。意外と減ってますね。缶コーヒー。7個もある。ゴミ箱で拾った缶コーヒーを使っていきましょう。さあ、この人は。この人がどかないんだね。どうやっても。どこから行こう。この優しさのおばあちゃんから。ちゃんとレベル上げておかないと後で後悔するぞえ。ぞえ。はいはいはい。ここもダメか。じゃあ、たけしは、たけし。全然この人戦わなくてもいいキャラなんだけど。さあ、倒していきましょうか。さあ、オッケー。経験値稼ぎにはなったな。この人もどいてくれない。ダメか。一番右か。こっちからじゃなきゃダメか。僕の出す問題に答えられたらどいてやるよ。その代わり間違えたら100円もらうよ。なんだそれ。正直、君にどいてもらわなくても、その隣の黒い髪の人にどいてもらえれば、それで済むんだけどね。一応やっていきますか。セーブもしたし。100円ぐらいなら別にいいや。1977年にアメリカで公開された映画、スターウォーズ。その作品を監督したのは誰?てか、スターウォーズって、77年なんだ。初めて知ったけど、すごいな。80年代かと思ったわ。これはね、宮崎駿ですよ。いや、ルーカスフィルムですね。ジョージ・ルーカスかな。やったー。あ、そっち毒よね、やっぱね、君ね。なるほど、この二人を倒していかないとダメってことか。またクイズかい。しょうがない、やってやるよ。一つだけ違うものがあります。仲間外れはどれ?仲間外れ?四角形、平面。これ円柱。これ立体的ですね。正方形と丸。B じゃないの?え?え、嘘間違いなの今の。いや、やっぱり100円取られたわ。え、仲間外れどれだ?え?やばい。本当にわかんない、これ。どういうことだろう?仲間外れ、長方形。D かな?あ、違うの?やばいやばい、200円取られてるよ。やばい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 。こんなとこで無駄な金を、まさか、取られるとは。あー、じゃあ A かな。あー、やばい全部間違えてる恥ずかしすぎる A、正方形が間違いなんだ、じゃあ。へぇ。これ?なんで?理由が知りたいわ。ごめん、本当に分かってないんですよ、僕。ちょ、分かってる方コメントでもし、良ければ教えてください。わしの出す問題に答えられたらどう言ってやろう。今度はなんだ?この舞台のゲーム、このゲームの舞台となっている街の名前は、オネット。ホームタウン、埼玉。これバカにしすぎだろう。ユースタウンですね。オネットはマザー。マザー2か。さあ。いやー、めちゃくちゃ金取られてしまった。手持ちいくら今 ?1200 円か。さあ、やっとレジまで来れたね。話しかけられない。ここだけか。ピンクの女の子いますね。これがもしかして、ショーのタイトルにあった、本屋の娘かな?すいま、せ、声が出ない。た、あ、くろ。はーい、今行きまーす。あら、可愛らしい。お、敵かな?あ!敵かと思ったら来ない。お、なんだこの周りのピンクのライトアップはこれもしかして?惚れたか?惚れたか?ニートくん、藤尾。
その時僕は恋に落ちる音を聞いた。まあまりの動揺で日本語がちょっとおかしくなってますね。ぴょんぴょんぴょん、かわいい。はらら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 。逃げた。おい、なんでそこ通れんてん、お前。せっかく苦労してクイズ解いてきたのにさ。なんでその努力を無駄にする演出を作ってしまうんだ。もう。いやー、もしかして、一目惚れ。いや、もしかしなくない。間違いなく一目惚れだ、これは。まさかのね。くるくる回ってるわ。落ち着くのじゃ、藤尾。誰だよ、お前。何、ラーメンマンが入ってきたぞ。あ、あなたは。いや、どう見ても不審者だよ。わしはラブ仙人。恋に恋する男子を救うため、旅する神。お主の地団駄を聞いて駆けつけてきた。すごい世界観だな。お主の地団駄、なかなかのものじゃったぞ。じゃあ俺も地団駄踏んでみようかな。ラブ仙人様、僕は一体どうすれば。お主の心はまだまだ未熟。もっともっと強くならねばならない。まずはこの町のどこかにあるという伝説の神殿を目指すのじゃ。そこで力を得ることができれば、お主の願いも叶うことじゃろう。ハリーワークって書いてある。伝説の神殿という名の職業安定所か。は。今のは、幻？でも、伝説の神殿の噂は聞いたことがある。確かにそこで修行すれば、あの子ともちゃんと会話ができるようになるかもしれない。ふおお、今まで変わってこなかった藤尾の表情が変わったぞ。藤尾はテンションが10上がった。何の関係もないステータスの上昇やめてくれよ。星のカービィスーパーデラックスの、Windows か。このショーではレベルを上げて、街の北東にある、北東って教えてくれちゃった、職業安定所を攻略することが日課になります。ヒント1、部屋で眠ることによっていつでも体力を回復することができます。おー。ヒント2、1日寝るたびに少しですが、ブログの広告収入が口座に入ります。口座は街にある ATM で確認することができます。すごいね。1日ごとに入ってくるんだ。1階の寝室にあるタンスからは何かいいものが見つかるかもしれません。1日たびに中は入れ替わってるでしょう。ちょっと、これは、ヒント3に関してはちょっと、頼らないでいきたい。嫌な予感しかしないんで。外にいる受話器はいつでも散歩に連れ出すことができます。へえ、よかった。受話器強いからな。やったやった。そうと決まったら、今日は疲れたから、もう寝よう。いや、今から修行しなさいよ。もうここら辺が引きこもり特有の思考だな。さあ、じゃあ明日から頑張りましょうか。回復できるのはありがたいね。じゃあちょっとティッシュを。あ、なるほど。ティッシュを使って、ゴミ箱を捨てて、よし、これで新規一点ですね。広告収益入ってるかな？ ATM で確認できるって書いてあったね。で、行きましょう。こっちの部屋も気になんだけどね、ここね。入れないんだよね。うん。なんか、行き別れの兄弟でもいたのかな？ちょっと、親にね、ちょっと挨拶はしてかないとダメでしょ。上か。あれ、お母さんいませんけど。あ、お父さんか。パソコンの勉強頑張ってるみたいだけど、調子はどう？ごめんね、お母さん、勉強じゃないんだよ。ブログなんだ、ブログ。ブログとネットサーフィンと時々ちょっとエッチな動画見てるだけなんだ。ごめんなさい。てんてんてん。お母さん応援してるからね。うわぁ、厳しい。この一言はきついな。心に来るな。お父さんは、お父さん仕事かな、今日は。じゃあ行ってくるよ、お母さん。俺頑張るからな。行くぞ、受話器。今日も散歩だ。